神さんってずっと個人でやっていく予定なんですが、事務所に入りたい願望とかあるんですか？どうだろうね。でも、ストリーマーってことでしょ？多分、プロチームの。個人だとグッズ出すのはかなり厳しい。いや、そんなことない。結構条件とかいろいろあると思うし、個人だったらさ、まあその収益とかが取られないっていうのであれば全然いいけど、もう YouTube の収益は YouTube の収益で自分のところに全部入ってくるのであればいいけど、所属することによってその YouTube の収益何割持っていかれるみたいなのがあったりするんだよね。その思ってるほどね、所属っていいことばっかりではないのよ。何かしらまあメリットがあったら入るかもしれないね。いや、モニターはね、引っ越したらもらえるんですよね。案件、企業の方からですね、案件がある、という。というかね、すごい前だけど、ちょくちょく俺も個人だけど案件もらったりはしてるんよね。何々のレビューとか、何々の解説とか、コーチングとか、なんかいろいろその、なんだろうな、あれはあるんだけど、最近あったんだと詳細は言えないけど、ゲーム専門学校の、なんか、授業をやらないかみたいなあれもあったし、断ったけど、さすがに、俺レベルで授業はできん。男子中学生の、将来なりたい職業、第1位23%、YouTuber などの動画投稿者、2位プロ e スポーツプレイヤー17%。変わってきてんな 時代だね。みんなもあったでしょ、中学生の頃何になりたいって。俺だって中学校2年生の時なんてね、自分が特別だと思ってたからね。異世界転生本気ですると思ってたし、自分は絶対チートもらえる主人公だと思ってたし、まあ中学生のうちは夢見ていいんじゃないかなって俺は思うけどな。何になりたいのかって思うのは人それぞれだし、実際に今 YouTube ってすごい、なんだろうな、夢はあるよね。本当にプロゲーマーになりたいって思ってる人にちょっと言っておくんですけど、プロゲーマーになりたいからって言って、まあちっちゃい頃からゲームをやるのはいいよ。中学生とかからその FPS とかをやるのは別にいいと思うけど、ただ勉強をしないっていうのはダメ。マジでね、ゲームだけできるとかじゃね、ダメよ。もう一般教養というか、最低限の分別つくようにしとかないと。例えばゲーム上手くて、どっかのチームからスカウトされましたってなった時に、契約書とか見てもよくわかんないでしょ、多分。全部が全部、なんだろう、いいチームとは限んないし、契約内容によってはマジで本当に、マジみたいな、なんか、してるチームとかもあるから、給料が、払われなかったりっていう問題とかもあるから、プロゲーマーとかなりたいっていうのであれば、英語勉強しといた方がいい。今の中学生、高校生はね、本当にね、英語ガチで勉強しといた方がいいぞ。マジで。進化シールドを発見。